も、ついちゃんこと、ついのぞみです。はい、今回はですね、夏休みの我が家の過ごし方、結構コメントとかに何をして遊んでますか、過ごしてますかみたいなコメントがね、ちらほらあったんですけど、家でプールをやったりとか、お菓子作りしたりとか、作る、動かすみたいなことはね、SNS に今までアップしたりとかしてきたんですけど、他にね、我が家で今、子供たちとか、まあ、ターくんがよくやってる遊びがあって、それをね、今日はちょっとやっていこうと。思うんだよね。はい。思うんだよね。まあ俺も昔から小学校ぐらいからやってるゲームで、それが令和版で復活したという。あのもうスタートですよこれ。こんにちは。あのゲームです。あのゲームです。こんにちは。正直私はね、今まで見てるだけでやったことなかったんですけど、やってみたいなっていう思いがちょっとありまして、今日はね。はい、そんなある遊びを家族みんなでやっていこうと思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。はい、ということで今回はですね、私もずっとやりたいなって思っていた桃太郎電鉄昭和平成令和も定番を家族でやっていきたいと思います。はい、でそんなね、桃鉄はですね、いろんなモードがあるんですけど、今回はですね、3年決戦でやっていきたいと思います。この3年決戦はですね、プラスマイナス駅だったりとか、目的地での到着金などの収入だったりとか、被害額がちょっと多めにね設定されてるみたいです。なので山あり谷ありあるので、本当に楽しめるんじゃないかなと思います。プレイ時間は1時間程度でできるので、私みたいなこう主婦の方とか忙しい方は、長時間のねプレイ時間が難しいっていう方でも、子供たちと一緒に遊びたいなとか、桃鉄一緒にやりたいなみたいなね方に本当におすすめだと思います。まずはですね、所持金1億円と休校周遊カード、そしてぶっ飛びカードっていうカードを持ってスタートをしていきます。言葉でねこう説明してても、ちょっと私もやったことがないのでわからないので、もう早速ね家族みんなで桃鉄やっていきたいと思います。それではスタート。はい、すみません、みんなで桃鉄3年決戦でいきたいと思います。100年やったらこのゲーム48時間くらい名前決めてください。これ色合ってる、ちゃんと OK。 えっ、誰がやるの？これだよ。あ、いい順番じゃない緊張するよね。みんなに見られながらだから。おちゃん教えてね。何？はい、待ってよ。アドカルビー。はい、最初の目的地。はい、名古屋です。名古屋、多い。名古屋はゴールってこと？そう。丸太行きます。どうかな？いや、早いだろ。ぶっ飛びます。マジかよ。それぶっ飛びじゃない。マジかよ。急行です。おお、すげえ、すげえ。腰に食べるじゃん、カードリーは。あー、それね。あと16マス。え、あと16マスか。これはもっと使えよ。これは12マス。終わりがゴール。大会ゴールだな。おー、使ってみよう。それいっぱい使えない。周遊って書いてるのは何回か使える。めっちゃ早い。いっちゃん、これ
リンちゃん、リンちゃん来ました。いや、勝っててよかった。いや、勝っててよかったら行くね。はい、ここで自分でほら、京都近いの。近い近い近い。イエー、隣やん。なんかまた遠いじゃん。え、ふわさん、私どこにいるの。東京だね。東京だね。めっちゃ少ない。
返そうだ。返そうだ。つけ、もうすぐつけ返そう。それかゴールすればいいだけ。え、誰が今一番したの？あー、惜しい。何何それ、え、運気を受けるの、それでいけないようにできるの、止めるってこと、うわ、ママが欲しいって言ってたノアのカードに、わー、ゴール、ノアゴール、え、ねえ、なーにー、やべえ、ボンビーよりじゃん、子供が強いパターン、あー、おー、ノアゴールしましたよ、え、なに、急にもらえるの、そんなの、なんか強いんだよ、絶対、もしもしでも微妙、北海道だったら吹っ飛びたかった、そうね、太陽から一番近い、うん、あ、ここからスタート、何がいく、でも多分みんなボンビー行かないと可愛いから、7億だって、だからそっちまた、それともう一個、それほら、そっちは腰掛けでしょ、あ、確かに、でもお金ある、お金ある、あとママス、大丈夫、あとママス掛けて34でしょ、あ、腰掛けだと違いがこでいける、腰掛けを一旦して使う、いや、そうです、さっきのボンビーは誰にいるの、やばい、お腹空いてくる、お腹空いてくるんだけど、なんかなんでだよ、取っちゃ頼むよ、やばい、ママから逃げた方がいいよ、これママが今一番進んでるの、うん、え、ボンビーつくじゃん、避けていけない、ついてくるよね、いたもんついてくるんだけど、早く行けば逃げれるのかな、そういうこと、来るんだよ、来るんだよ、あ、メリキラー、メリキラーはやばいんだけど、お金取られる、え、やばい、やばい、押さなきゃいいのかな、カード割られる、カード割られる、カード割られる、え、私が持ってる、やだー、あー、3枚だ、やばい、え、3枚しか持ってないけど、全部なんなの、あいつ最悪だ、どっちがいつも最悪だ、イエー、北へ、飛んでくれ、上、上、行きます、なんて無謀なことです。なんでついてくんのよ。なんでついてくんの？いや、温度。やだ。最悪だ。俺の道なくなった。え、どういうこと？え、ノア。どうしたの？でも遠いから使ってもいい気がする。行かないから。そう、そう。行け。東北ぐらいがいいね。東北。北海道行ったらアウト。あ、いい横、いい横。止まれ、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 止まれ。なんか変だぞ、まさかキングボンビーの変化、え、でもベビーボンビーになるかもしれないよ、こいつにね、ベビーがいるでしょ、ベビー、うぇーい、変わりなんてあるんだ、これやばい、ほんとやなんだけど、誰かつけたんでしょ、自分がつけたんだよ、え、なんでママ、今からもやばい、3だ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 、3
あの目的地選んで。誰が一番近い？みんな、うん。いや、ノアかわいそう。行っちゃ行っちゃ。あ、いいよ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 。来たよ来たよ、変わった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 、
優しい姫様だ。とっちゃん優しい。本当に任せるって。まあね、とっちゃんありがとう。とっちゃんありがとう。ありがとう。とっちゃんありがとう。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 近ければ、ゴール近ければ1でも2でもよかった。13億あったね、3億。うわー、つえへへ。とっちゃん。とっちゃん。山口に近い。でもこれ味全部一緒。一緒。2、3、4、5。イエーイ、ゴルフ。わー。優勝者の発表です。え、もう決勝だ。さあ、優勝は。青、走れ。緑、青、緑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 、黄色。ちょっと。あとこれ買いたいじゃん、ウルトラマン。もうここにもいないよ。悲しい。これ、ちっちゃってるだよね。もう当たらないんだけど。ジャンプかな。めっちゃいいやん。パパなんかゼロよ。いや今日は本当調子良かったよね。良かった良かった。だって多分ゴールのサイコロのゴールの仕様はさ、別にさ、もう3出るし。誰も優しさとかあったところで。4とかだったら4出るし。特急カード良かったね。あと一発で行く時もあったし。あったし。スペシャルカードもあったしな。ちゃんと3マス手前の時にサイコロを3出せる運を今日めっちゃ持ってたりしたり、ね。なかなかない回やと思います。なかなかね。はい、やばいよ。またちょっと。一回泣いたけど、本当は一回集合したかった。これ集合したかった。ぶっ飛びカードでノアに重なったのがあそこからキングボンビーのノアに重なったって、ノアはマジで本当にねかわいそうだった、ね、今日本当に勝ちだ。明日から気をつけな。今日運使いつつ今日運使ったから明日からまた明日からちょっと怪我とか気をつけな。こう運悪くなってさ、ちょっとどっか小指ぶつけたりとかさ、そういうのが起こるかもしれないからさ。さあ楽しかったね。私初めてやったからさ、ママそれにしてはうまかった。おおとっちゃんに3回も助けてもらったからね、ママ特製霊だな。そうチャラにしてくれたからマイナス何億って。みんなチャラにした。そうとっちゃんの優しさがね、たくさん最終的にはあれ使わなかったけどね。いやそうだよ、楽しかった、ね、ママはね今までさ子供たちとかタッグとかとさゲームやってたけど、ね、ママ本当にゲーム初レベルで見てるだけだったもん。やったからめっちゃなんか疲れたもん。ゲームって運動なんだなって思った。違うこれが桃鉄なんですけど、まだこれ3年モデルだな。これ何年があるの。100年。100年ってどういう今の33倍。で1回寝るの。寝る数日かけて100年やって。そういうこと。100年やると100億円とか動くから。ルーレットで10億円とか当たる。これが醍醐味なの。これじゃあ10億とか100億とかあるわけじゃん、うん、ってことはマイナス100億みたいなのもある。マイナス何千億とかあると。マジか。だから3年でちょうどいいけど100年やったらその面白さが出てくる。そうだね、うん、まあ今回家族でやってさ子供いたりとかするとさ集合したいけどうって我慢する部分あったけど、これマジでちょっと大人だけでガチでやった方が面白いとは思う。喧嘩しないように。そうだね、そういう愛とか情とかそういうの一切捨てて大人だけでやろう。次子供いるときはコンピューターを一人入れると全員そう攻撃するから。る、ね、それで平和にできるから。確かにちょっとそれはね、うん、どっかでやろうかな。今回は優勝ということで、はい、おめでとうございました。お疲れ様でした。イエーイ。お疲れ様です。
でした。はい、ということで今回ね、家族みんなで遊んだ桃太郎電鉄昭和平成令和も定番でございます。も定番、こちらはですね1時間程度でサクッと楽しめるゲームになっていますので、ぜひね家族だったりとか大人同士、友達、恋人、幅広い方でいろんな気持ちで楽しんで、いろんな気持ちでネットでできるだろ。あ、そうだね、今なんかこう通信して遠くにいる人とかともオンラインでできるみたいなので、ぜひねおうち時間に楽しんでもらえたらなと思います。はい、ということでね、詳細はですね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。はい、ということで今回は私のツイチャンネルの方でゲームをやるっていう企画はね初めてだったんですけど、違う、そんなことないやってる思い出しちゃった思い出しちゃった確かに私のチャンネルではゲーム2回目か、久しぶりにやってみたんですけど、ずっと見てた側で興味はあったけど、なかなかこう入るっていうことはなかったから、すごくいい時間を過ごすことができました。またね、さっきも言ったんですけど、大人だけでぜひねいろんな気持ちをぶつけて楽しみたいと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして私とタクはブログとインスタ、そして TikTok やってますので、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。